さあ料理を始めよう。未来食大和なでしこクッキング、 100% 植物性、砂糖ゼロ、日本生まれ、簡単、楽しい、美味しい、感動がいっぱいの料理をお届けしています。さて今日も引き続き青い葉っぱから葉緑素をもらおう、カルシウムをもらおう、鉄をもらおう、浄化力をもらおうっていう特集です。本当にこんなすごいね、青菜特集第1回のおひたしの回で言ったけど、本当に葉緑素くんがいないとお米もないし、お芋もできないし、でんぷん系の食べ物何一つできないってことに気がついて私はびっくり。それに葉緑素くんがいないと酸素がどんどん減ってしまう。植物が酸素を出すのは葉緑素くんのおかげだとか、何も知らずに生きてきたなとある時思ったんですね。ね、日本はおひたし、あえ物って感じで、あるいは大根の葉っぱね、大根漬けとか言って葉っぱ食べてきたけど、タイ料理とか必ず青菜炒めっていうのがメニューにあるの知ってる？タイだけじゃない、アジア全般に必ず青菜炒めがあるの。だから今日はちょっとタイ風青菜炒めにチャレンジしてみようと思っています。空心菜ね、今はねこういうものも日本で手に入るんだなと思って感動。はいね、意外とねタイとか行くとこういう感じガバッだから真似しちゃう。今日豪快なのよね彼ら。そしてこっちは時間かけて炒めて、こっちは後から塩とお酒とお醤油で炒めてみようと思います。冷たい状態に油を入れます。にんにくね、ちっちゃいの 4g くらいで、これも、もう豪快にただ切って、ニンニクの匂いを感じたくなかったら冷たいところに入れてゆっくり中火で温めるといいです。ナッパは基本的には油中の野菜がすごく、ブロッコリーでも何でも栄養がある、唐辛子も入れて、はい、ここに軸を入れます。まあ、まずここだけ簡単に、本当に空心菜ってぐらいで、ほら芯が空洞っていうことは、やっぱアジアのものだから体冷やす力は強い。なんか親しくなってきたでしょ。わあ美味しそう、ね、葉っぱあっという間だから。でここに塩、お酒を10、そしてここにお醤油を2つ入って、これが旨味になって出来上がりです。できた。塩と醤油の加減が良いか、あのところとちょっと茎のところ一緒に食べてみる。グー、ぴったし。これで青菜たっぷり食べれる。はい、で私がおすすめの、どんな野菜もあっという間に美味しいおかずに変えられる生姜醤油炒めというのをやってみようと思います。タイの空心菜炒めとかって言っていろいろネットで調べたりすると、鶏ガラスープとかで書いてあったりすると、みんなそこでおうと思うんだけど、お醤油が万能なの。旨味もね、アミノ酸もみんなあるので、お醤油をちょっと入れる、これが旨味の元なんだよね。今度は和風生姜醤油炒め、もうこれからナス、ズッキーニ、ピーマン、何でもござれだけど、今日は空心菜でやってみよう。まずたくさんの生姜おろしました。お醤油大さじ1杯、同量のお酒、生姜酒醤油というのを先に作っておく。それとね、空心菜、さっきは台風だからね長く切ってみたけど、ちょっと和風なので少し短く切ってみました。同じ量です。でよく温まって、まず軸から、さっきと同じです。でまず軸を入れます。野菜ってね、生だとよそよそしいんだよね。それがね、親しみやすい感じになってくると美味しそうな、あ、君はもう親しくなったねって言ったら、青い葉っぱも入れます。これはあっという間に炒められちゃうので、でこの葉っぱが全体にしなっとしたら、もうお醤油を入れちゃう。生姜醤油を入れるよ。10
もうこれで出来上がり。このね、酒と醤油を割って生姜、これ最高なの。大さじ1杯の酒、大さじ1杯の醤油、そして生姜 5g。 まああんま生姜苦手な人はもうちょっと少なくてもいいです。さて味見、ほら軸が優しくふわふわで、葉っぱどうかな、醤油もっと欲しいかな。グッ、うん、美味しい。できました。さっきのと比べてみよう。こっちがニンニク入りのタイ風、こっちが生姜醤油の和風。どっち もうご飯が進む。そしてご飯に乗っけても、どんと食べても、そしてもういくらでも食べられちゃう。いいでしょ。はい、それでは食べます。この長いタイに行った気分。市街地旅行はアジアが好きで、いろんな国に、ね、行ってぼーっとしてたりしてたんだけど、今は日本が一番正しいと思っています。うん、葉っぱにちょっと濃い味がついてて、軸がちょっと薄味で、絡めながら食べるとご飯も進む、お酒も進むっていう味です。そして和風というか生姜醤油炒め、醤油にお酒同量、そして生姜好きなだけ入れてザッとかける。これでね、特に夏の料理、夏野菜は全部攻略できる。ピーマンとか、ね、あと今の最近のパプリカとか、何でもいける。万能の落ち着く味。ナッパじゃおかずができないと思っている皆さんに、そして野菜は動物性のものと混ぜて添え物のように食べないとおかずにならないと思っている皆さんに、私は野菜だけっていう料理、野菜だけ、はてな、本当に野菜だけなの、野菜だけでできるのっていう、みんなの気持ちをかけて、野菜だけはてなっていう本、そして続野菜だけはてなっていう本を出しています。その本にはこういうどんな野菜でもあっという間に美味しくしちゃう料理技、俗の方ね。で、基本の方は、この野菜ってこんなに魅力的で、こんなこともこんなこともこんなこともできるのみたいな発想の全く違った料理が載っています。こっちは醤油を旨味、鶏ガラスープの代わりに醤油使っちゃうみたいな料理、こっちは本当に醤油と酒の香りそのまんまで生姜を楽しむという料理。どっちもどんな野菜でもこの量で、 150g にこの量で、あとはちょっと塩とかちょっと醤油とか調整したらできるので、皆さんあっという間に野菜料理の達人になります。さて今日はここまでです。気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくね。まだまだ続く葉緑素、来週もよろしくね。何を作ろうか今から楽しみです。それではまた来週お会いしましょう。